新年明けましておめでとうございます。日本第一党桜井誠でございます。9年中は皆様に大変お世話になりました。今年もですね、皆さんぜひ日本第一党よろしくお願いいたします。振り返ってみますと、昨年はですね、この武漢肺炎、まあ、もちろん一昨年から続いてはおりますけれども、このですね、武漢肺炎によって日本経済は一気に低調に向かい、そして多くの失業者を抱える形になりました。大変ですね、大きな苦しみを与えたこのですね、武漢肺炎ですけれども、しかしながら今年はですね、参議院選挙がございます。この参議院選挙で日本第一党なんとしてもですね、1議席、いや1議席と言わずに2議席、3議席と狙っていこうと思っております。ぜひですね、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。そしてこの参議院選挙が終われば、次は統一地方選挙です。来年の4月に行われるこの統一地方選挙で、ぜひ日本第一党を皆さんの代表者として、地方からですね、議員を輩出していこうと思っておりますので、一人でも多くの皆様のご協力をお願い申し上げます。で、最後になりますけれども、このですね、日本第一党現在勝手連を、皆さんにお願い申し上げまして、募集をしております。この勝手連、いよいよですけれども、今年1月、まあ、このですね、映像が流れる1月の中旬以降からですね、リクエストを受け付けて、そしてそのリクエストに応える形でですね、桜井が各地をですね、回っていこうと思っております。まあ、もちろんこう回っていくにしてもですね、一番最初に来るのは日本第一党の行事ですね。その合間を縫ってできる限りですね、リクエストに応えていこうと思っておりますので、ぜひね、勝手連、こちらに出ておりますこちらの方まで、お申し込みをなされてください。よろしくお願いいたします。